どうも皆さんんんおははこんばんにちはです僕は日本に一つしかないスイムメソッドで世界と戦うサムライスイマーとして水泳選手そしてフィンスイミング選手として活動しながら水泳の先生として仕事をさせてもらっています YouTube の方でも、えー、ノウハウをね共有する、えー、メインチャンネルを運用しながら現在は まあ、後発のの、ね、の若手のインストラクターの育成などにも力を入れております。最近音声コンテンツの方にも力を入れ始めておりましてヒマラヤラジオ、うん、アップル iPodiPod iP じゃないなポッドキャストと Spotify のポッドキャストなどなど音声コンテンツの方にもね最近力を入れ始めております今回はまあ水泳をね頑張りたい皆様方に、えー、役に立つ情報というのを話していくと コーナーナとなっております先日ですね仕事をしている中で最近泳ぎのフォームがすごく上手になってきたお客さんがいてですね最近サイクル練習っていう練習会にね参加するようになった方がいるんですね。でその方から まあ練習中にね疲れてくるとだんだんフォームが崩れてくるのを感じるんですっていう相談を受けましてでこの疲れてくるとフォームが崩れるっていうのはね割とたくさんの人から今まで何度も何度も気をつけてやってる間はできるんですけど疲れてくるとどうしても崩れてきちゃうんですよねっていうのをこう何回も僕自身こう言われてきているんですねなので、まあ、そういう悩みを持ってる方がたくさんいるんだろうなって思いましてこの話をしようかなって思ったんですけれども。 まず疲れてくると動きが悪くなるっていう話は果たして一般の人だけの話なのでしょうかそれともアスリートの人たちも同じなんでしょうかねどちらと思いますこれ結論を先に言うとアスリートの人たちも疲れてくると動きが悪くなるしフォームは崩れるんですよね まあ、マラソンとか、まあ、駅伝とか、まあ、有名なところでいったらね箱根駅伝が有名なところだと思いますけれどもああいう陸上の長距離系の種目って必ずね最初から最後まで実況の人と解説の人がこうおしゃべりしてくれるわけなんですけれども解説の人とかが言うセリフ、まあ、ナンバーワンというかほぼ必ず言うセリフは「顎が上がってきましたね」っていう。<laughs> でもう一個が しんどそうですねっていう、まあ、しんどそうんそは文字通りしんどそうなんですが顎が上がってくるって何で顎が上がってくるのかっていうと、まあの救救、ね、の心臓マッサージのやつですあれとかの訓練とかだと必ず軌道確保って言ってね顎をこうクイッと上に上げてから、まあ、息を吹き込んでいくっていうのをやっていくわけなんですがあれなんでそれやるのっていうとこのね顎が上がってる状態が、まあ、空気が 相手に入れやすいからですすよね相手に入れやすいということはそのポーズが息吸いやすいっていうことなわけですよ。なのでしんどくなって辛くなってくるともう人間の本能的に顎をこう上げて息吸いたくなってくるっていうね。なのでアスリートの人たちも、まあ、ものすごい、まあ、スピードでね とかパフォーマンスしてますけれどもそういう中でもやっぱりしんどいっていうのはあってでそれ相応に動きは崩れていくわけですなのでそうならないようにそうなる時間を少しでも遅らせるようにするためにって言った方が、まあ、正確なのかなと思いますけどそうするために、まあ、激しい厳しいトレーニングを積んでそうな,らなるタイミングを少しでも遅らせるっていうのをねやってるわけなんですよねで、まあ、例えばですけど、まあ、サイクル練習っていうとね うーんとまあ、例えば 50m8 本1分サイクルっていうのがあったとしてそれがこう回れない、うん、こなすことができないだけど 50m8 本1分5秒サイクルならやれるっていう人がいたとします。でこの,この場合のケースで考えた時にこれって果たしてその体力スタミナ的な問題なのかもしくは スピードの問題なのかこれどっちなのかっていうのをちょっと考えてあげる必要があるんじゃないかなって思っていて、まあ、例えばですけど、えー、50m8 本1分サイクルは回れないけれども30分くらいは平気で続けて泳いでいられるよっていう人は果たしてそれは体力がないって言えるのでしょうか。僕はそれは結構体力あるんじゃないかなって思うんですよね。 そうやってなってくるとどちらかというとスピードのの問題なななじゃないかなって思うんですで、まあ、体力っていうのも、ね、いろいろあるので細かく話すと話が長くなるから今回はちょっと割愛しますけれども要は、えー、50m8 本を1分サイクルで、まあ、要は1分以内に泳ぎ続ける、まあ、速度がちょっと足りないっていうのとその速度を維持する体力が 足りなないいいっていう、まあ、そういうまそことなんですよね問題としては。なのでまずやらないといけないことっていうのはまあ、サイクル練習とかに参加するともうメニューが決まってるからそれを自分で調節することっていうのは基本できないわけですよね。私には1分サイクルはきつすぎるんで私は1分10秒サイクルできますとかって今言ゆできないわけじゃないですかだからまあ決められたねメニュー通りにやらないといけないわけなんですけれども。 1一人で練習する時に、まあ、ちょっとでもね同じような練習メニューが来た時に以前よりも成長を感じられるようにしたいってなったら自主練習の時にできるだけ対策しないといけないわけでで、そういう時にどういう練習をやってったらいいかなっていう話なんですけどまず1分サイクルで、えー、50m を8本やりきるためにはタッチした後に、えー、5秒くらいはやっぱり休憩欲しいですよねなので55秒以内に泳ぎ切る。 その55秒以内に泳ぐっていうのを8回繰り返せる、えー、スピード持久力って言ったらいいんですかその速さで泳ぎ続けられるっていう練習をしないといけないわけですよねなのでまず第一優先事項としてはまず私は55秒以内に泳げるのかっていうところですよそれができないとすぐに1分はちょっとねサイクルアウトしてしまう、うん なのでそうなった時にまず第一優先事項としてはその55秒以内に泳ぎきるっていうことなんで5 0ルを、まあ、55秒以内に泳いで、えーまあ、サイクルとしては例えば、まあ、1分20秒とか1分30秒とかちょっと長めにとってもらってで55秒以内に8回とか4回とか自分の目標本数 泳げたらサイクルを短くして、また同じタイムぐらいで泳げるかどうかうん。そうやってやっていって。ちょっとずつサイクルを縮めていって、最終的には 50m8 本1分サイクルで55秒未満で泳げるようにしていくっていうのがまあ、大事かなと思います。はい。なのでまあ、しんどい。サイクルをね。毎回やれるかな？ やれるかなみたいな感じで「えい!」って言って「あーやっぱダメだった」ってなるとメンタル的に多分しんどいと思うので自主練習をねやられる時は、まあ、是非まず A 速度泳ぐ速度を第一優先事項として考えてもらってその次に本数。はい で50メートル8本1分サイクルでやりきるためには、55秒ぐらいで泳いでも、まあ、そこまでしんどくないっていう状態を作らないと8回はちょっと繰り返せないので、まあ、その辺をね、指標に考えて、まあ、自主練習のねメニューなどは、まあ、組んでいただけたらいいんじゃないのかなと思います。はい。今回はここまでです。また次のエピソードでお会いしましょう。だいたい週1ぐらいではやりたいなって思ってるんですけどね。<laughs> はい また次回お会いしましょう。バイバイ。